それじゃ装備の。
ここで我々はメタルギアの足に対する迎撃兵器としてこのメタルギアレイを開発した。メタルギアに対抗できるのはメタルギアだけだ。レイの前では世界中に拡散したこのメタルギアは脅威ではなくなる。これまで海兵隊がこの現在メタルギアのデータは先進国のみならず第三国のいわゆるあらずもの国家の手にまで渡って合衆国の核武装に対抗するため各国は独自のメタルギア。この例が完成すれば空母の戦略的価値が下がるという声もある。海軍から反発があるのも事実である。エビリエーターやサブマリーナー出身の海軍このメタルギア